猫と日本語。猫和日语。Cats and Japanese。初級の文系。これは何ですか？これはスマホです。皆さん、こんにちは。さくらです。僕は猫猫です。一緒に文系を勉強しましょう。今日は四字詞。これ、それ、あれ、どれを説明します。例文もたくさん紹介します。授業の後に宿題をしてくださいね。興味のある方は概要欄をご覧ください。文系の紹介。これは名詞です。 This is noun。 あれは名詞です。 That is noun。 それは名詞です。 That is noun。 これは何ですか？ What is this? どれが名詞ですか？ Which is noun? 基本の例文。これは何ですか？これはカメラです。どれがスマホですか？これがスマホです。これらの文系の意味や表現できること、物の正体について述べたり、不明なものについて質問をすることができます。指示代名詞。これ、あれ、それ、どれの説明。これ、それ、あれ、どれは指示代名詞です。これらは名詞と同じ役割をします。一つずつ説明します。指示代名詞。これの説明。 Demonstrative pronoun, proximal pronoun. This one. これ、これ、これ。話し手が持っているもの、または話し手のそばにあるものを指し示します。特定の条件で人のことも指し示します。これはカメラです。これは何ですか？品詞の説明。これは何ですか？ What is this? これ。これは指示代名詞です。は。これは副助詞です。何。これは不定称の指示代名詞です。正体の不明なものについて問う語です。Demonstrative pronoun, infinitive. What? 何、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 はっきりしない事物について問う言葉です。事物や人など、正体が不明なものを指し示します。です。これは助動詞です。この助動詞は、断定の意味と文を丁寧にする働きがあります。か。これは終助詞です。これは疑問文を作ることができる終助詞です。これはカメラです。これは名詞です。This is noun. これ。これは指示代名詞です。は。これは副助詞です。カメラ。これは名詞です。です。これは助動詞です。これはカメラです。これは話し手が自分から近いところにあると認識しているものを指し示します。例文を聞いてください。これは傘です。これはタブレットです。これはスマホです。これは鍵です。これはハンカチです。指示代名詞、あれの説明。Demonstrative pronoun, distal pronoun. That one. あれ、あれ、あれ。第三者が持っているもの、または話して聞き手の双方から遠くのものを指し示します。特定の条件で
人のことも指し示します。あれはカメラです。例文を聞いてください。あれは何ですか？あれは腕時計です。あれはノートパソコンです。あれはタブレットです。あれはカメラです。あれは定期券です。指示代名詞それの説明。 Demonstrative pronoun, mesio proximal pronoun. That one. それそれそれ。聞き手が持っているものまたは聞き手のそばにあるもの、話してからそんなに遠くないものを指し示します。特定の条件で人のことも指し示します。それはカメラです。それは話し手が聞き手の領域にあると認識しているものを指し示します。具体的には聞き手が手に持ったり身につけているものを表すときに使います。それは話し手と聞き手からそれほど遠くない場所にあるものを指し示します。例文を聞いてください。これは何ですか？それはハサミです。それは消しゴムです。それはカッターです。それは定規です。それはノートです。指示代名詞どれの説明。 Demonstrative pronoun infinitive. Which one? どれどれどれ。限定されたものの中から選び出すもの、不明不特定のものを指し示します。どれがボールペンですか？どれがボールペンですか？これがボールペンです。品詞の説明。どれが名詞ですか？ Which is noun? どれ。これは指示代名詞です。が。これは格助詞です。この文章では配他の役割を表します。いくつかの選択肢の中から抜き出された主体を表します。ボールペン。これは名詞です。です。これは助動詞です。か。これは終助詞です。これは疑問文を作ることができる終助詞です。例文を聞いてください。どれがボールペンですか？これがボールペンです。どれが鉛筆ですか？これが鉛筆です。どれがシャーペンですか？これがシャーペンです。どれがマジックですか？これがマジックです。どれが万年筆ですか？これが万年筆です。これで今日の授業は終わりです。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。またお会いできることを楽しみにしています。さようなら。また会いましょう。